秋の交通安全運動絶賛実施中です。はい、白バイも取り締まりを行っていますね。今から、都内を縦断して、KTM のディーラーに行くんですけど、果たして無事、生還できるかですね。まあ普通に走ってれば問題ないんですけど、こんだけあちこちにおまわりさんがいるとね、ビビっちゃいますね。どこ行った方がいいかな。ここから首都高を乗ろうと思ったらもうそんな時間変わんないからね、もう下道で行きますけどね。今日もヤフーカーナビの力を借りてですね、交通規制を回避しながら行きたいと思います。今11時過ぎですけど、昼間はやっぱ結構、暑いですね。ひょっとしてメッシュでもいいかも。また白バイが2台も来た。怖い怖い。日本橋6キロ。さっきここ来る途中ですね、カメラ回してない時なんですけど、しばらくサンキューマルデュークと、渋滞、さっきここ来るまでね、サンキューマルデュークとちょっと並走して走ってたんですけど、すごい元気いいですよね、サンキューマル。ちょっと乗ってみたくなりましたね。多分ね、車格はこれとほとんど変わらないと思うんですけどね、結構大柄に見えますよね。で、790よりこうもうちょっと多分オフロード寄りのポジションじゃないかなと思うんですけど、割と立ち姿勢でハンドルが広い感じでしたよ。デュークのシリーズってだいたいパワーパーツでここのナックルガードあるんですけど、790はないんですよね。サードパーティーであんのかな。まああんまりそういう店頭とか前提に作ってないのかもしれないですけどね、これネイキッドは。やっぱりレバーが折れたりとかペダルが折れたりすると走行できなくなっちゃうんで、下側のガードもそうなんですけど、まあ重くなるかな、そういうのつけると。つけたい気はするんですけど、今日まだまだ晴れてますよね。台風17号はどうしたんですかねって言ってると、また土砂降り午後に土砂降りの目に遭うかもしれないですけど、ちょっとよく天気見ながら今日は走りたいと思います。前も言ったんですけどね、この串谷のジャケット、こういうところにポケットとは全然関係ない風を通す
ジッパーがついてまして、これ腕の前側と後ろ側にあるんで、両刃開けると風がこう通り抜けるんで、まあ寒暖のね調整ができるようになってるんですよね。だからまあ今日なんかねフルメッシュまではいらないんで、これを着てちょっと暑いなと思ったらジッパー開けると風が通ってね涼しいですよ。串谷はねそういう細かいとこをすごいよく考えて、まあ、多分バイク乗る人が作ってんだなっていう気はするんですけど、非常に、気遣いのあるジャケットですよね。まあジャケットもパンツもブーツもグローブも全部そういう買って損はしない感じですよね大体。まあお値段もそれなりにしちゃうんですけどね。交差点の向こうでも取り締まりしてますね。都内の道って本当にね走りにくいんですよ。いろんな交通規制が多くてね。あ、こっちにも白バイ。ここ右折レーンだったよね。右折レーン2つもあるなんてね、田舎の道じゃ考えられないんで。これで間違えてね右折したり、まあ、時には右折レーンに行って直進しちゃったりすると、もう交差点の向こうにねおまわりさんが待ち構えててですね、はいはいいらっしゃいってことになっちゃうんで、ほんと気をつけないと。白バイ来ましたね。俺じゃないよね。びっくりした。俺じゃないでしょう。あの人直進レーンから行ったんじゃないの今。取り締まりビビった。頼むわ、ちょっと。やべえ、ちょっともう帰ろうかな。怖すぎるよ。めっちゃチェックされてる。ちょっとね、さっき生還できるかなんて言ってたんですけど、結構ビビリなんでね、もう戦意喪失ですよ、今ので。ちょっと首都高乗りたいですね。こんなにね、ひやした場面をね、何度もお見せするわけにはいかないんで、ちょっとこの動画はこの辺でおしまいにします。それでは。